はい、どうも、ヒエルです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、もう終わってしまったと、はい、言いますか、来てないあのナイキダンクローとオフホワイトのコラボのザ・フィフティコレクションなんですけども、はい、まあ、あのこちらの方がね、あの各ロッドが、はい、まあ、あのどの国でのぐらい出たのかとかっていう情報も出てきてますので、はい、今日はそのあたりをね、はい、ちょっとやってきたらなと思います。このチャンネルはスニーカーファッションに関するリーグ情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっています。チャンネル登録のお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、あの我々ツイッターとインスタグラムの方もやっておりますので、概要欄の方にリンクのがありますので、気になる方はフォローをよろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、今日は日本来なかったですね。来なかったですね、残念でした。はい、はい、おそらく終わったと思うんですけども、まあ僕らは結局現在のせいですね、ボスということでしたね。一度もね、オフファイドのナイキダンクローのザ・フィフティの、はい、まあ、現地アクセスを見ることはなかったんですけど、そうですね、はい。で、コメント欄の方でね、結構届きましたとか、うん、現地アクセス来ましたっていうコメント結構いただいてたんですけども、はい。はい、で、そういった中、海外のリークアカウントサイトの方が、ちょっと見てもらってるんですけど、うん、アメリカでの、まあ、今回のね、限定アクセスのリリースについてちょっとまとめてるのがありまして、はい、何日にこのロットが、ドロップされたっていうようなことをね、こう、記述してるようなリークが出てきてまして、はいはい、で、それ以外にも同じようなリークで、ヨーロッパでね、この日にこのロットが、ドロップされたっていうリークが出てきてるんですよ、ね。はい。はい。で、アメリカの方をちょっとさっき見ていきたいんですけど、はい、アメリカの方を見ると、うん、初日っていうのは、やっぱりロット1といいますか、1番目のカラーじゃないですか。はい、がリユースされてるんですよね。はい、でその後は1から10で、10からまあ20ぐらいまでの、ロットナンバーのものが、まあ日付はちょっとね、ランダムにはなってるんですけど、はい、まあリユースされてるんですよね。なるほど。はい、うん、で最終日がいわゆるロット50っていうこのオールブラックのね、はい、ナイキダンクローブがリユースされてるんですよ。初日がロット1で、はい、最後がロット50と。そうなんですよね。はい。で、ヨーロッパの方ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、リークの方で出てきたヨーロッパの2週間にあたるリリースを見てみると、うん、やっぱり初日はね、ロット1がね、はい、リリースされてるんですよね。はい。で、最終日の方を見ると、ロット50なんですよ。はい。うん、で、ヨーロッパとこのアメリカでの違いっていうのは、アメリカでのリリースっていうのは割と若い数字が多かったかなっていうふうに思うんですけど、はい、ヨーロッパでもね、この、リークで出てきてる限定アクセスのドロップのロットの数っていうのが、割と20とか30が多いんですよ。そう。だいたい21から36ぐらいまで。あ、そうなんですよ。はい。はい、ただ、US でリリースされたものが、ヨーロッパのリリースされなかったかと言いますと、被ってる数字もあるんですよね、これね。あ、そう、はい。いや、それは1万と50万被ってるんですけど、それ以外にも被ってる数字がありますので、うん、で、ね、このリークが出てきた時に、これツイッターでね、あるリークアカウントサイトの方が、出してたんですけど、うん、実際にやっぱりこの日にこの、ロットナンバーが来たっていうね、書き込み結構ありましたね。あ、そうなんですね。はい。なんで、これ当たってるっていうふうなことを、私はそうでしたみたいな書き込み結構見てるので、はい、はいはいはい、こんな感じだったみたいなんですよね。で、はい、いうことでいくと、アジア圏というのは、はい、はい。アジア圏っていうのは、韓国と中国と日本のスニーカーズでドロップされてるんですけど、うん、で、今回このね、リークアカウントサイトの方が言ってるのは、うん、このアメリカでリリースされてない、ロットの数字と、ヨーロッパでリリースされてないロットの数字のものが、その振り分けられたんじゃないかっていうふうに言ってるんですよ、ね。ああ、なるほど。はい。ただ、別にアメリカでリリースされた数字と、ヨーロッパでドロップされた数字に関しては、アジアでもそれは同じものを被ってるって書いてましたけどね。ああ、そうなん、はい。ただ、その含まれてないものが、その中国であったりとか、日本であったりとか、韓国にあるっていうふうに書いてましたけどね。よくあのコメント欄の方で、ね、はい、あの40番台の書き込みが多かったかなという感じですね。そう考えると、まあ確かにそうかなと思いますよね。これ40番台が、はい、アメリカとヨーロッパにそんなに含まれてないんで。そうですね。そうなんですよね。はい、まあ、それでいくと、やっぱり日本の場合も、ロット1とロット50というのは初日と最後の日に来てたのかなって感じがしますね。感じがしますよね。はい。このリークアカウントサイトの方は、1から始まって初日、最終日50で終わるって言ってたんで、うん、まあそうなのかなと思うんですけどね。うん、はい。あと面白いのが、これ、その方が言ってたんですけど、ツイッターの方で、各カラーあるじゃないですか。はい。1カラーにつき1万足生産されてるって言ってるんですよね。なるほど。はい。で、かける50なんで、50万足で、世界中のこのオフファイトのナイキダンクローのザ・フィフティのトータルストック数っていうのは、だいたい50万足って言ってましたね。50万足もあるのに僕ら買いたかったんですよ。そうなんですよね。来てないんですよね、これがね。悲しいですね。はい、あ。で、まあ、リーグでちょっとね、これ本当かどうかわかんないんですけど、うん、お昼の12時に、うん、これ海外の話になるんですけど、限定アクセスが来た方と、うん、お昼の1時以降に限定アクセスが来た方は、うん、もうあれがね、何ですかね。数字が、座り振られてるらしいんですよね。番号が違うんですよね。はい、あ。12時に来た方は、この数字とこの数字って、
ロットが売り分けられてて、うん、あと1時に来た方はその12時に来た人とのロットの数字は違う2つのロットが振り分けられてるっていうのに一応リークで書いてましたけど、ね、ああそうなんですね、はい、まあ僕ら来てないのでまあね何とも言えないんですけどなんとまあ、あくまで海外のね話になるの で、 そ う、 です、ねはい、そういうふうに書いてましたけどね、うん、あと面白かったのが、はいその方にね、アメリカの方だったらヨーロッパの方だと思うんですけど、うんフライトクラブでロット35番を買ったんですけど、はいはい、今回これねアメリカのリースとヨーロッパのリースに35番のリースがなかったので、うん、大丈夫かなこれ偽物かなみたいなことをちょっと心配になってきましたっていうのを言ってる方がいたんですよ、うんうんうん、じゃあそのリークアカウントサイトの方が、うん、いや大丈夫っていうふうに言ってたんですけど、うん、というのも、アジアの、まあ、中国の方で35番っていうのは、うん、リリースされてるんですけど、はい、大体の、リセーラーっていうんですかね、アジアに住んでる方が多いので、そういった方っていうのは、うん、フライトクラブを通じて売ってるので、うん、おそらく大丈夫だよって言ってましたね。ああ、そうなんですね。いうふうなことを言ってましたけどね。アジアにそういったリセーラーが多いので、言ってました。なんか面白かったですけどね。まあ、英語の文章だったんで、はい、読むの大変だったんですけど、はい。はい、まあ、そんな感じのことがありました。はい。まあ、今回無事に購入された方で、はい、いつの日に当選した分で、まあ、限定アクセスが来た分で、ロットナンバー何番だったとか、はい、っていうのをちょっとコメント欄に書いていただけたら、ちょっと教えていただきたいですよね、はい、日本のね、ね、はい、状況とか知りたいので、はい、もしよければコメント欄の方に技術の方よろしくお願いします、はい、ぜひお願いします。お願いします。はい、続いて、はい、ナイキダンクローゴールデンオレンジの情報が、そうですね、はい、持ってる方の投稿でこういったものができるんですけど、夏の終わりか秋頃にリリースされるんじゃないかということで、はいはいはい、まあ、カラーがね、夏を最後に祝うようなカラーっていうふうな、まあ、ニュアンス界でともあったんですけど、通称、はいはい、の名前がついてる通りじゃないですけど、まあ、オレンジとこのゴールドのね、カラーナイキダンクローなんですけど、持ってる方の投稿でいろんな角度から見せてくれてる画像が出てきてるんですけど、はい、欲しいですけどね。まあ、春夏向きという感じのカラーリングですよ、ね。ああ、そうですね。でも出るのは秋頃じゃないかっていう感じ。はい、まだこれについてまだ情報が分かれば。そうですね、はい、はい、続いてなんですけど、エアジョーダン 1KO のストームブルーですね。あ、そうですね、ナイキの方から公式写真ができてまして、はい、もともとね、これ9月のこれアメリカの話になるんですけど、リリースされるんじゃないかということで、はい、昨日公式写真ができてるんですけど、昨日か一昨日ぐらいにもらってたコメント欄の方で、既にリリースがあったっていうような情報をもらってるので、あ、そうなんですね、発売が近いかもしれないですね。9月の29日じゃないかって言われてるので、まあ、このタイミングでね、ナイキの方から公式写真ができているので、うん、まあ、US のリリースであったりとか、まあ、日本でのリリースっていうのが、うん、まあ、今後、近いのかっていうふうにちょっと思ったりするんですけど。そうですね。はい。はい。はい、続いてなんですけど、はい、ナイキエアフォースワンのストラップレスですか？そうですね。1982年の、エアフォースのオリジナルカラーウェイをね、復刻させてるような、はい、まあ、こういったエアフォースができてるんですけど、うん、はい、まあ、ストラップレスということで、まあ、ミッドとかで見られるような本にあるじゃないですか。ああ、ストラップだね。はい。それがまあないということだと思うんですけど。うんうん、はい。で、ヴィンテージ加工されてまして、よく見ると、サイドソロムが黄ばんでたりとかするんですけど、うん、はい。で、ホワイトのこのレザーっていうのは白側が使われてて、かかとの部分がね、スウェード素材にちょっとなってるんですよ。はいはい、はい。かっこいいですけどね。かっこいいですね。はい、まあ、かっこいいですよね。シンプルでね。あ、はい。ナイキの方が公式写真ができているので、発売が近いんじゃないかって言われてるんですけど、はい、これ2021って一応言われてるんですけど、うん、来年の2022年っていうのは、エアフォースが出て40周年記念になるので、はい、来年の2022年にはエアフォース1で何か特別なものがいくつか出るんじゃないかっていうふうな含みのある方でもされてましたけどね。はいはい、海外のスニーカーゲラで読んでたんですけど、うん、はい。僕らね、今回残念ながら、はい、この50コレクションとは縁がなかったんですけど、そうですね、次ね、オフホワイトといえば、はい、僕一番やっぱ気になってるのは、エアジョーダン2ロードのオフホワイトのコラボが ね、はい、すごく気になってるんですよね。9月のね、はい、23日だったと思うんですけど、はい、またこのあたりで、ね、情報の出てきましたら、動画の方でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。強くお願いします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。カインドレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.